カナダで販売される1ガロン入りのもの5リットルプラ、容器入りのアドブルー、日の自動車製トラックにある尿素水、タンクアドブルーは、尿素、SCR システムにおいて還元剤として用いられる、高品位尿素水である。素性は、尿素32.5%、脱4化純水67.5%、ISO22241 にて AOS32 として規格化されている。 日本国内やヨーロッパにおいては、アドブルーの名称で普及しているが、ドイツ自動車工業界の登録商標であり、それ以外の地域では、ディーゼルエグゾーストフルードの名前あるいは規格名の、アオス32の名前で普及する。アドブルーは、尿素を32.5%含む。排気ガス中に、アドブルーを噴射することで尿素が、熱分解されイソシアン酸が得られる。イソシアン酸が、 水分により加水分解され二酸化炭素とアンモニアとなる。すなわち、下記の通りの反応をする。アンモニアは酸素と触媒の存在下で窒素酸化物を窒素と水蒸気に還元する。尿素による窒素酸化物の削減の反応は下記の通り。アドブルーは摂取氷点下11度において凍結する。尿素、SCR 触媒を寒冷時においても作動させる。 ためには、アドブルーが、なるべく短時間で解凍される必要があり、できれば数分以内で、それが完了するのが望ましい。アメリカ合衆国環境保護庁は2010年に70分以内に、タンク内のすべての尿素水が解凍されきることを求めている。通常は、尿素水タンクにエンジンからの冷却水配管を通し、 その排熱で解凍するようになっているが、冷却水が温まるまでの時間がまず必要であり、尿素水を解凍しきるまでともなれば1時間近くかかることもある。そのため短時間で解凍できる、ヨーベット電熱解凍するためのヒーターを尿素水タンクに備えることもある。加熱しすぎることで尿素水が分解されることを防ぐため、p t g ヒーター等によって、 摂取50から60度を超えないよう制御される。SCR システムは尿素水の純度には敏感であり、それゆえにアドブルーの溶媒は純水となっている。尿素水は無色透明かつ人体に対して無害であるため安全に取り扱えるとされる。しかしながら金属を腐食し得るためその貯蔵、輸送には注意が求められる。アドブルーは車上タンクに貯蔵され、 軽量された上で排気内に噴射される。噴射量はエンジンコントロールユニットがエンジンの運転状況に基づいて制御する。噴射量は通常は燃料消費量のおよそ2から6%程度である。噴射量を低く抑えることで補充までの間隔を伸ばしたりタンクの容量を削減することでトラック等の貨物車では積載量への影響を減らすことができるようになる。 アドブルーは、主に尿素、SCR システムを搭載した車種を販売するディーラーや大型車対応のガソリンスタンド等で販売されている。車両を運用する事業者の拠点が取り寄せる場合もある。大型車対応ガソリンスタンドや拠点内スタンドに計量機を設置する場合、大抵は燃料の計量機と隣接した位置に設置され、車両を移動することなく、 燃料とアドブルーを両方を補充できるようになっている。他にも、事業者の拠点内の整備工場内に、ドラム缶やバックインボックスの形で常備することもある。また、枯渇対策の応急用に車載できる小型パウチもある。ありがとうございます。